と戦うように。長崎シュタタトワイソウル初戦を始めて少し黙りのイエーイパチ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 盛り上がってねー。物騒なことやってるな。ダブルえ王者シグマ、またラストは20で。そういやヘイズマン、そのステージで固定してるなら重いからやめといた方がいいよ。カウンター、カウンター、カウンター。ヘイズマンの音楽じゃない。おこの方がオペラ構成がいいらしいよ。ユッケさんなんですね。オペラハウスかジャパンだっけ。そうなんですか。ジャパンかケインジア、ジャパンか軽いって聞きますよね。このジョジーがいいだけマン、いやベーコン職人です。ジャパンにしとこ。いっぱい名前ありますね。ダブルジャパンなのか。ユダケマンがいると聞いてすっ飛んできました。お、うわ変えますねー。メソキュアー、レイマイナス1。レイマイナス1。前より辛い。ユッケさんいいぞメソバンは、レイマイナス1。辛いのはきっと酒の力。頑張れユダケマン。モグラさんめっちゃ前のめりダブル。くそー。そういや明日のアプデからポチョにスラハメが実装。やったね。また強烈飲んでるのですか。よく見えます。なんか汚いけどやったー。最後はガストが正解でしたねー。そんなことない。おぉ。アプデって1日の何時とかってありましたっけ。してやられたり。アプデっていつに絡んですかね。お、前と一緒なら10時くらいじゃない。ユッケマンやるー。
プレステ4つけっぱにしとくか。ほうほう。あ、これ動画化するかもだから楽しみ。アプデされても座頭が強くなってる気がしないです。チリは変更点多くないから。明日はパチや寄らないで最速で帰ってこよう。すぐ終わりそう。世界一位のポチョ対世界一位のジョニーってタイトルで。パチヘズマーン。覚醒必殺が出ない。気を畳むよ。神殿試合第一開始。取り返していく。どこのたくさんかな。1-1。ヘズマンやる。特権が安定しねえ。ヘイズさんコイン食らわないなぁ。もケケさん、取りこぼしばかりでごめんなさい。そのブリッツやばくね。ぴったり。殿下の宝刀、ヘイズバースト。うめえ。勝負しは。うま。決別の核デュエルは。2-1。
ソリシューラを見せてからのバスターだと。いいだけマンガンバエー、ごめんなさいわら。いいだけマン吸われた。はい、ラグビー選手取りこぼしてくれてラッキーなんで問題ないんです。ヘイズマル、ヘズバ、やったなこれは。対ジョニーのバースト難しいですよね。コンソレ、自動バータイマシーンジョニー、キャンセルってメーターが4分の1溜まってればできるの？取り返していく。2-2。黄色いのはできる。ジャンプキャンセル。お茶坊はや。いい戦い。黄色キャンセルはできますよ。7先長くね。見てて楽しいわ。長いね。まあいいや。8先のが短いかな。そうですね、ネコソン算数得たかよ。せやな。下手ってレベルじゃねえ、わらわら。うめえなー。
トイレ行ってきます。いってらっしゃい。6キロコイン冗談ミスと漏らしてら。いっ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 てら。ヘイズマン。漏れたー。うま。2-3。手段を問わない勝利。初戦始め。ヘズマンが漏らしちゃった。おむつ履いとけ。じゃあエプシロンの ユッケさん強。まあこの価値関係ないんだけどな。最後20だから。どちらも譲れない。2-4。おお、むむやりおる。ヘズマン負け越してるところ初めて見たかも。ヘイズマンが押されておる。清い畳よ、神殿試合第一開始。ヘイズさんが押されてますね。お、神殿試合第2勝者は1人。
取り返していく。やばお。マジマンジですね。飯食ってる場合じゃねえ。うまー。おお。3-4。そらすみ。やば。そらキュアおかえり。よう、次は月。ジャニキーなさい、ちょうどいいところに。そらすみがご飯食べてる。でもまあ騒ぐほどでもないか。チャーハンさん、今日のパンツの色は？騒がれても困ります。今日は紺色にひよこのプリントがいっぱいしてあるやつです。かわいい。スラハメ。チキンラーメンのやつだ。あらかわいい。かわいい。ヘイズマンという強キャラだな、これは。44。勝負師は自らの。ヘズキュア。追いついていく。2分に戻していく。ヘイズマンの中の人はヘイズマン。とっさに6キロディレイするの難しい。開幕拳で抵抗してるからな。パチン。うめえなー。
おーい、くうなげ、やりおる。4-5、ベーコン。にゃベーコン製品プレイ。寿司屋の大将ブスベーコン職人。じゃあ、なんで寿司屋の大将危ない。食べ物の戦いは怖い。ヘイズマンが寿司屋の大将だカールです。地上投げの時握り一丁ってやってます。ベーコン握りが出る日は遠い。5-5。かっぱ寿司あたりにありそう。炙りベーコン寿司。超接戦やん。ヘイズマンを寿司屋さんだったのですか。でもまあ騒ぐほどでもないか。ポチョバスが寿司に見えてしまった。ダブル。ユッケ寿司？確
かにポチョバス寿司に見えるな、わらわら。チャーハンさんに座布団1枚あげてー。シャリの化身であるポチョ。美味しいよね、ユッケ寿司。私がポチョバスされたらマグロ寿司に。白い理由納得した。ジョニーのカラーが赤なら完璧。なるほどな、さすがヘイズマン。ちょいちょい青カビついてるけどな。すべての選択が寿司につながっている。やはり見える。逃げり、ヒートナックル、盛り付け、通常投げ、炙り、トリシューラ。俺たちはいかにネタにされないように戦わなければいけない。勝ちたがり出ちゃった。ラスト通したか。ユッケ寿司。ターボモード入った。ヘブンリーの肩寿司だった。6-5。決めたー。リーチ来たー。DT ターボモードボタン取っちゃえば。よし、飯。ユッケマンがターボモード、こいつあれをやる気だぜ。ヘイズさんリーチ。ジャニキいってら。こんな太る時間に飯食うとか。ジャニキ食べて出してら。チャーハンさんいってらっしゃい。もうケケさん、P 埋まるのでこれラストでお願いします。大盛りチャーハン。うまっ。晩飯まだだもん、食ったっていいじゃん。ダブル。ガチで取りに来ている。ブクブクになってしまえ。今のコウちゃんヒートやばいっすね。おっしゃー。ああ、最後も寿司でしたー。26-5でヘズマンの勝ちー。